6面からたくさん見えてるんで、これを割り出していこうと思います。かなりいますね。もうおこれオスかな。あ、オスだ、生きてる。どうも、おたくわです。今回の動画はこちらの産卵セットを割り出す動画になります。こちらの産卵セットはビプラギアテスノコギリクワガタっていうクワガタの産卵セットになります。こちらね、8月の2日に、結構小さめなセットなんですけど、ここにオス2匹、メス3匹を投入してます。でその状態でもうね9月の21日なんで、だいたいね産卵セット組んでから1ヶ月と半月くらい、だいたいね45日くらい経過してます。45日経過して、これね見てみると、こことかね、こことかね、こことか、他にもね結構側面からもうね1例幼虫か2例幼虫くらいの幼虫がたくさん見えてるんで、まあ、今回はねこれを割り出していこうと思います。それではね早速産卵セット割り出していきましょう。それではね産卵セット割り出していきましょう。で今回のねこのビプラギアテスって多分ね動画で紹介するのは初めてになるクワガタなんですけど、結構綺麗な色のクワガタなんですけど、かなりね小さいノコギリクワガタの仲間なんですよね。ちょっとね今画像をこんな感じで出しておきますけど、これね今回入手したのは顎がねかなりちっちゃいんですけど、これね野外だとみんなねこのくらいの大きさの顎なんですけど、稀に飼育で低温環境でしっかり飼育すると40ミリ超えてくる、40ミリくらいになるとねかなり顎が長くなる、体脂系が出るらしいんですよね。ただ野外だとその体脂系が確認された例がめちゃくちゃ少ないのか、顎が長い個体はレアみたいなんですよね。その顎の長い個体をねどうしても見たいので、ちょっとね今回飼育を始めました。セット内容は今ねこれ産卵一番を下に固く詰めて、上はねこれ水苔ですね。いつもねメタリフェルとかのノコギリクワガタ組んでる産卵セットと全く同じような感じです。あー、お亡くなりだけどメスがいました。やっぱねこんな感じの模様で結構ね鮮やかなクワガタではあるんですよね。かなりねセットなんかボコボコですね。レコードもね本当に40ミリ中盤くらいの、そんなに大きくならない。サイズ帯としてはねトレスノコギリクワガタとかハリーノコギリクワガタとかね、あの辺にかなり近いノコギリクワガタで、これね産地はちなみにタイのドイサケットってところですね。じゃあこれをねひっくり返していきましょう。よいしょ。さあどうだろう。お、いやこれはかなりいますね。もうパッと見 1,2,3,4,5,6,7,8 裏もいますし、10匹以上はね確認できますね。よいしょ。ただね割り出し時期もちょうどいい。お、あ、もうね2例幼虫もいますね。この辺は1例幼虫なんですけど、もう2例に育ってるのもいます。よしよしよし、あ、いい感じ。あ、これなんかは初霊ですね。もう卵から生まれたばっかりみたいな感じですね。じゃあねしっかり確保していきましょう。これは2例幼虫ですね。これも2例。やっぱりねノコギリクワガタも他のノコギリと同じようにこのねマット固く詰めたケースのねそこに結構確認できますね。これセット組んでた時もやっぱりねケースの底の面から卵とかね結構確認できてたんで、まあね、産卵一番固詰めで、まあ、かなり簡単にセオリー通りに産んでくれる種類っていう感じですかね。まだね卵もありますね。これ卵どうしよっか。卵はね一旦このプリンカップにちょっとね移していきましょう。あ、すごいちっちゃい幼虫もいる。これはねもうかなりの数得られますね。20匹くらいは多分ね確保できるんじゃないですかね。これはお亡くなりですね。多分産卵中にお亡くなりのメスでしたね。お、これオスかな。あ、オスだ、生きてる。こちらオスですね。オスは1匹ご存命でした。やっぱりね産卵とか交尾すると結構ねすぐ寿命を迎えちゃうんですけど、今回ねオス2匹メス3匹入れたんで、このオスはねもしかしたら
あんまり交尾せずに長くね生きながらえたんじゃないかなと思います。ね、顎短いですよね。これがね、もうこの顎がね2倍3倍くらいですかね。本当にねうまく飼育すると顎がね全然違う長い形になるんですよ。いつかねそれを羽化させてみたいんですよね。やっぱりねビプラギアティスの長子型っていうのは本当にね飼育じゃないと見ることができない、そういうね貴重な型みたいなんで、頑張ってね大きい個体を羽化させたいと思ってます。今のところあれですね、ほとんど一例幼虫ですけど、一部ね二例幼虫が混ざってるような感じですね。まだね卵もそこそこあります。ちなみに今回割り出したこの幼虫はもうねすぐ 550ml のボトルでちょっとね管理しようかなと思ってるんですけど、基本的にはマット管理なんですけど、一部ねお試しで禁止瓶もちょっとね禁止も試してみようかなと思って、結構ねノコギリって初齢幼虫の状態だと禁止瓶入れるとねその禁止に巻かれちゃってなくなっちゃう可能性もあるんで、全部はね試せないんですけど、一部はねやっぱりちょっとサイズ目指すためにいろいろ実験したいんで禁止も使ってみようかなと考えてます。お、これすごいちっちゃいですけど、孵化したての幼虫いますね。これ孵化したての幼虫はこの状態でね新しいボトルとかそういう環境に入れると結構ね落ちやすいんで、一旦は卵と同じ管理しましょう。ある程度ねマットを食べてお腹がね茶色くなってきたら新しいねボトルとか新しい栄養価の高い餌にね移し替えても大丈夫だったりするんですけど、孵化してすぐの個体っていうのは意外とね移しちゃうと弱いんで新しい環境に慣れなくてそこでね力尽きちゃうってことがやっぱあるんですよね。多分ねこれ割った感じおそらくオス1匹は生きてたんですけど、メスはね3匹ともお亡くなりかもしれないですね。でもまあその分もうね幼虫これ20匹超えますね。最近ねかなりね小型のノコギリクワガタにねハマってきたんですけど、やっぱりね小型の子って全然人気ないですね。やっぱりねドレスノコギリとかブルイジンノコギリとかパリーノコギリクワガタとか、あ結構産んでる、ね、その辺の50ミリ行くか行かないかみたいな、まあ大体行かない種類で多いんですけど、その辺のねノコギリクワガタを、まあ、これからはしっかりねやっていこうかなと思ってます。一応ね今製氷皿24匹1個分埋まりましたね。これで24匹ですね。これまだまだね多分30全然超えますね。この塊を割ればやっぱ全然出てきますからね。ビプラギアティスはね結構生息地が広いみたいで、大陸系の虫ですね。中国、台湾、ミャンマーあたりにも生息してるのかな、なんかやっぱ、ね、その辺に生息してて、で結構市街地にもよくいる種類、かなりのね普通種らしいんですけど、現地でもねかなりの個体数確認できるような、まあ、よくいるクワガタらしいんですけど、やっぱりね野外で顎が長いタイプっていうのが全然ね確認されてこなかったクワガタみたいですね。でサイズを伸ばすのにはねまあいろいろ言われてるんですけど、一番はやっぱりね低い温度、低温管理みたいです。やっぱりね大きいサイズ出してる人は本当に10度前後とかねかなり温度を下げて飼育したみたいな人もいるみたいですね。今回ね僕はそこまではちょっと下げられないんですけど、やっぱりまあこのね冬場は部屋でね一番寒くなるようなそういう環境で管理しようと思ってるんで、一部の個体はやっぱりねワインセラーでずっと管理できたらなと思ってるんで、どこまでねサイズ伸ばせるかは本当わかんないんですけど、とりあえずねやれることをやっていこうかなと思ってます。卵か初齢幼虫か二齢幼虫かって感じですね。一通りね大きな部分は割ったんですけど、まだねこういうダマが残ってるんで、細かいところしっかりね時間をかけて確認していこうかなと思います。ということで、まあ、だいぶねマットを探したんです
けど、やっぱね、小さすぎて、探せば探すほど、ちょっとずつ出てくるみたいな感じで、多分ね、これ以上ね、回収するのは難しいと思うんで、この辺でね、断念しますということで、今回ね、得られた幼虫は、こちら、合計で、ちょうどね、この製氷皿2つ分、48匹の幼虫が得られました。で、これだけじゃなくて、こちらね、取れた卵とか入れてたんですけど、孵化したての幼虫もね、何匹かこの中にいるんで、まあ、卵大体10個くらい、孵化したての幼虫も3、4匹この中に入れたんで、これはマットを、お産卵セットのマットと一緒に管理して、幼虫がね、もう少し大きくなったりとか、卵が孵化してから、取り出して、新しいね、ボトルとかに移していこうかなと思います。で、今回得られた幼虫は、これね、一部、知人の方でビプラギアテス飼育したいっていう方がいるんで、まあ、そちらはね、発送用に小さいプリンカップにね、個別で分けていくんですけど、僕が飼育する分については、この後ね、550ml のボトルに1匹ずつ管理したものと、あとね、一部の個体は禁止瓶でね、飼育してみたいと思うので、ちょっとね、ボトルに移していきたいと思います。ということで、まあ、今回はね、こちら。ビプラギアテスノコギリクワガタの、産卵セットの、ね、割り出し動画になりました。で、割り出した幼虫は、まあ、全部でね、48匹幼虫得られたんですけど、今回ね、ボトルとかプリンカップに詰めました。残りのね、16匹についてはちょっとね、知人のね、ブリーダーさんに託してきたんで、まあ、そちらでもね、調子型孵化するか期待ではあるんですけど、まあ、僕の方でも、こちらね、550ml のボトルに15本詰めて、あとね、こちらね、禁止瓶8本使ってます。で、ちょっとね、数合わせでこの 800ml のマットのボトル1本と、あとね、こちら8匹は、これね、200ml のグリーンカップで、ちょっとね、管理しようと思います。で、大体管理温度についてなんですけど、一部の個体、まあ、少数精鋭ですね。ボトル9本は、ちょっとね、ワインセラーで17度くらいで管理しようと思っていて、それ以外については、まあ、部屋で一番ね、温度が低いところ、まあ、大体、現在だったら、まあ、21度から22度くらいの環境で管理しようかなと思ってます。今ね、大体、まあ、9月の、中旬くらいなんですけど、これがね、11月入ってくると、結構ね、外気温が下がってきて、部屋の温度も、まあね、それに伴って、20度前後まで下げようと思ってるんで、そうなってきたら、だいたいね、部屋で一番低い場所っていうと、もっとね、温度下げれると思うんで、そんな感じでね、まあ、できる限りの低温20度前後とか、まあ、そのくらいでね、管理して、ちょっとね、大きい個体、作出できたらなと思ってます。まあ、飼育自体はね、そんなに難しくはないんですけど、やっぱりね、大きい個体を出すのがすごい難しいっていうことで、できる限りのことをやって、そのね、データをしっかり今後ね、残していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。ビプラギアツス。